おはようございます。ちゃんとお見事する適正会社です。今回はこちら、はい、ここは東浦でございます。東浦のなんていうか、はい、ここはですね、村木神社というところです。ちょっと曇ってますね。なんていうか風が強いですね、今日は。子供たちも何人かお参りに来ているようですね。暑い。と言っても今日は24日ですかな。おや？ちょっと失礼。なるほど。はい。では失礼して。はい。お馬さんがありますね。ここでは、お馬さんが、祀られているようですね。では、次行ってみましょう。次行ってみましょうって言っても、まだ1分なんですけどね。そうだそうそう、話しておきたいことがありましたね。実はこの近くにはウプ主 がよくお世話になっている店が2軒あるんですよね。といっても、ああ、ここじゃ練習必要ないか。で、なぜここで神社に来たかというと、毎日、毎日というより東伊賀に来るたびに毎回ここの神社の近くを通るからなんですよね。で、どういった場所なんだろうと以前から興味あったのですが、いや、行くことが叶わなかったんですよね。で、今回初めて来たわけなんですが、まあなんていうか、想像通りの小さな神社ですね。さあ、どうしようと思うかな。で、今、これ何を喋ってるかというと、はい、神社の内部について語ろうと思ったんですが、先ほど見たのは馬だけですね。馬と、あとは普通に神社があるという、社があるというだけのようですね。特別何か語りたくなるようなものがあるかと思えばないようですね。おや、ご神木でしょうか。すごく綺麗ですね。ところどあともう一つ、語ることがあるとすれば、まあところどころに石板があるところですね。どうやらここの神社はうちの近くの神社よりもものすごくたくさんの人が関わっているようですね。何よりすごいのが、綺麗な石がいっぱいあるというところなんですでしょうかね。さて、どうしたのさんね。この辺りはすごいですね。暑いっすね。っていうか、まあ今日は風があるので、もうほとんど暑いといった感じではないんですけどね。それでは
やっぱり夏は暑いというイメージがあるせいか、暑い暑いって言ってしまう、まあ、癖がついてしまったようですね。まあもうすぐもうすぐ、あとそうですね、なあ、あと 2ヶ月もすれば寒い寒いと言っているほどでしょうね。人間の感覚って本当に信用ならないですね。おお、なるほどなるほど。柱の一本一本にも名前が書かれてるんですね。本当にすごい町ですね、東浦は。はい、ここまでまで、ね、っていうか、あ、なるほど、何かをもうここで収めた人が名前が書かれているようですね。きっと先ほど見た馬の石像と何か関係があるのでしょう。ああ、そういえば口コミにもどうやら秋に祭りがあるとか言ってましたね。それの関係なんでしょうかね。木がいっぱいありますね。本当に木がいっぱいありますね。はい。で、今は6分ぐらい語りましたね。ああ、まあ、語れるところといったらこんなところでしょうか。うん。さて、どうしたものかと言いますと、はい。この辺りの砂地の上を歩いてみたんですが、砂地ですね、本当に。本当に素晴らしい砂地です。あーって。うん。そうですね。では、はい。まあ、とりあえずは、まあ、こんなところでしょう。といった感じで、今回は、終了させていただきます。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず再生リストに収められる数だけは、取っておこうと思います。はい。それでは、今回はここで終了したいと思います。ご視聴、ありがとうございました。